マツダズームズームスタジアム広島には大観衆が詰めかけています。カープがアドバンテージを含め2勝で迎えるクライマックスシリーズファイナルステージ第2戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、レギュラーシーズンが終わってファイナルステージまで間が空くというのは調整も難しいと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、これ待たされてる分だけ多少その野球感みたいなものは来ると思いますけどね。そうかもしれませんね。まずはカープの先発ジョンソンがマツダスタジアムのマウンドに上がります。さあ、ジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。今プレーボールがかかりました。初球見送っています。外れます。ボールになります。いいところへ決まります。2ボール2ストライクです。打ちました。セカンド取る。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っているマギー。まずはワンアウトを取っています。さて、今日この大事な一戦ですが、ジョンソンがマウンドを任されました。初球簡単にストライクを取ります。低め外れました。低めの変化球は外れました。ストライクになります。2ボール2ストライクと追い込んでいます。打ちました。これはどうだ。素晴らしい反応を見せた。一塁へ、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。いいプレーが出ました。ファインプレーです。見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いや、ナイスプレーでしたね。バッターボックスは3番坂本。ツーアウトランナーありません。低め見送っています。改めてお聞きします、この坂本引っ張った、これはどうか。レフト前ヒット。2アウトランナー1塁。バッターは4番長野。ヒットでランナーを1塁に置いています。走ってきませんね。走りませんね。当然ノーマークにはできませんよね。インサイド落ちました。これはどうだ。破りました。センター前。カープピンチになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには脇谷が入っています。彼はこういった場面では警戒すべきバッターですね。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですね。ファウルボールです。バッターの脇谷、今シーズンの得点圏打。変化球打った、ピッチャー取った。一塁アウトでスリーアウト。先制のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。1回の裏、これからカープの攻撃が始まります。カープはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の吉川。さあ、カープ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。さあ、ここから裏の攻撃になっていきます。西さん、こういう試合ですから初回から攻めていきたいですよね。そうですね。相手の先発も緊張してるでしょうから、初回で崩していきたいですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。センターに抜けました。
先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている菊池。ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上のピッチャーは吉川、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。まあ肩が強いキャッチャーですから。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックス丸、ワンアウトランナー一塁です。まずはインコース、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。一塁牽制セーフ。追い込まれました。まあ、次はボール気味に来るでしょうね。変化球空振り、ツーアウトになりました。打席には5番バッター鈴木。ツーアウトランナー一塁です。インサイド落ちました。これはどうか、取った、そのまま入って2塁、フォースアウト、スリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。カラービジョンにご注目ください。ビジョンにて選ばれた方はカープが勝った場合ヒーローインタビューの後、2回の表ジャイアンツの攻撃、打順は6番亀井。カープ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ小宮山さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。ただまだバッターも様子見しているところもありますからね、2巡目以降でどう抑えていくかでしょうね。なるほど、さあここからどう抑えていくかも注目です。打ちました、西川、アウト、ワンアウトです。バッターは7番に入っている立岡。ジョンソン、まずは先頭バッターを打ち取っています。まず何を投げてくるか、初球大きく外れています。打ちました、これはどうだ、センターへ抜ける、ワンアウトランナー一塁となりました。さあ一塁には先制のランナー、バッターボックスには小林、そして塁上には立岡。まあここはランナー走ってくるかもしれませんよ。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。まずはインコース、そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。2球目打ちました、2塁送球、セカンドフォースアウト、1塁転送はアウト、ダブルプレー、先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。そうですね、まあピッチャーからすれば理想的な打ち取り方ですよね。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。0対0同点です。カラービジョンにご注目ください。ビジョンにて選ばれた方はカープが勝った場合、ゲームはこれから2回の裏に入ります。カープの攻撃、バッターボックス新井。カープ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。さてバッターボックスの新井、どういうバッターなんでしょうか。2球目打ちました、ここは打ち上げています。坂本が抑えています。ワンアウト、バッターボックスには6番エルドレッド。まずはワンアウトを取っています。初球は何から入ってくるか、
インサイド見送っています。ファウルになります。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。これもファウル、またファウル、打ちました。痛烈な打球、センターに強い打球、センターバックセンターバックする、センター深いところを破っていきました。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターは7番に入っている阿部、ヒットでランナーを一塁に置いています。さあまず1球目、外から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。真ん中打ちました。これはどう、センターに抜ける、カープチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁、打順は8番石原、連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあカープ一打先制のチャンスです。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。初球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば先制、ホームに送球、レフト前ヒット、さあチャンスを広げていきます。先発のジョンソンがバッターボックスです。まあ、自ら打って自分を鼓舞していきたいですね。そうですね。さあ一打先制という場面を迎えています。これが1球目、やはり安易にストライクから入れませんよね。ランナーがいますからね。なるほど、そうですか。中間守備で来てますから、どの塁に送球するかの一瞬の判断が重要になってきますね。なるほど、そうですか。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。このチャンス、しかし打つことはできません。前に飛ばしたかったんですけどもね、まあ、まだチャンスは続いていますんで、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですね。さあそしてこのチャンスで打席には1番の西川入っています。ストレート打った、ショート正面取った、二塁へ送球、二塁アウトで3アウト。先制のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回終了0-0、同点です。ビジョンにて選ばれた方はカープが勝った場合、ヒーローインタビューの後、小宮山さんどうでしょう、2イニング投げてみて両投手ともに無難な立ち上がりに見えるんですが、いかがでしょう。まあ、そうですね、両投手ともに不安な部分であったんですが、うまく抑えましたね。この調子で投手戦を期待したいですね。確かにその通りですね。ワンストライクです。バッターから遠いところ空振りになります。ノーボールツーストライク、変化球空振り、まず一つアウトを取りました。打順はトップに帰ってヨウ、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ジョンソン、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ3球目は何か、インコース決まった、変化球低めに持ってきましたがボールになります。打ちました、ワンアウトランナー一塁となりました。さあ先制のランナーを一塁に背負います。バッターボックスにはマギー、そして一塁ランナーはヨウ。まあ彼がランナーですし、引っ張った、よく追いついた、一塁送球アウト、スタンドのファンも沸いています。いいプレーが出ました、ファインプレーです。いやー小宮山さん、素晴らしいプレーが飛び出しましたね。そうですね、バッターは打った瞬間に抜けたと思ったでしょうからね。さあそして打席には坂本が入ります。ここはチャンスに強いバッターに回ってしまいましたね。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏には先制のランナー、まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。バッターボックスの坂本、今シーズン得点圏での打率は3割1分1厘となっています。さすがクリーンナップですね。このピンチ見逃しで三振を奪いました。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう、先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。そうですね、落ち着いてますよね。
自分の投げたいところにしっかりとコントロールできてますからね。先制のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか？そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。